せせせせせせつけいやあ、せつけ気づきだよ。呪いの目樹木やっていきたいと思います。なんかね、この樹木縁で前回まで言おった縁の部分ね、音じゃないかなってちょっと今さら思い始めてきたんですよね。だからまあ音って読もう、もう次から音って読もう。誰が縁と読もうと、俺は音と読むぞ。俺の過去の過ちなんか振り返らんぞ。縁で読んでしまったことを自分のせいにはしないぞ。確かね、スルッと通り過ぎたけど、ここにたどり着くまでの家は全部調べたと思うよね。だから今回はここからかな。よし。確か何だったかな、何やったっけ、お守り、これじゃ。この神崎家の力が封じられてるお守り、これをたくさん集めろってね、犬神さんに言われたんですよね。アイテムも他にも見ておきたい気はするけど、必要ないか。オッケー。だね。お守りだからね。それっぽいところにね、あるとは思うんだよね。ないな。こっちは？うるせえぞ、どんどん言わせてんじゃねえわ。うるせえんだよ。ビビらせようとしてるつもりだろうが、ビビらんぞ、こら。木の枝などを切るような大きなハサミが入っている。やったー、何使うかわからんけど、ここの家の人はそういう手入れするん好きなタイプの人だった。ジジイや。50代のジジイぐらいの感じの趣味や。どっから出るんやったっけ、これ。どっから？こっち？わ、こっちじゃ。この枝、木の枝か。木の枝なんかを切るところなんかあるのか。へい、さあ、どこ？よし。こっち。どっかで使うはずなんだが、何？もしかしたら木の枝を切るためのハサミでありながらも木以外のものを切るかもしれんけんな。そういうところあるかもしれんがんな。あったった。これか。回復薬、回生薬じゃ。このゲーム、回生薬っていうもんがあるんやけどな。まだ回復する必要ないんじゃ。なんかめちゃくちゃバリバリで、お札ワン、バリバリお札ナンバーワンになってますよ。バリバリお札ナンバーワン。まさかこれ、こんなところでこれ使うとかいう話じゃないだろうな。違うよな。切れないよな。そんなん切れたら、呪い使っとう人は、涙目になれば、こんなんで切れるんじゃ、我らのお札、みたいな。せっかく俺らが、みたいな。ないんかな、ここは。左側も開けれず、引き出しなんも出ずやだけどな。なんもないところとかあるんやな。ああ、あるやん、あれ、あぶんな、見落としそうだった。見落としそうだったと、三つ目。これいくつ集めればいいんやろ。なんか犬神を呼び出すことができるみたいなことは言いながら、呼び出すタイミングとかわからんのな。呼び出したら何なんだろう。手助けとかしてくれるんだろうか。魔人のランプ的な感じなんだろうか。イデオシェンロウみたいに出してさ、なんか願い叶えてもらえたりするんだろうか。それよりも断ち切りバサミ、切るためのハサミをどこで使うかってところですな。わからんな。全然わからんね。そんな切ろうという、切るようなものがあるところなんかあったか？なかったね。だいたいここ来たし。切るもんね。あ、一旦セーブしてさ、あのお守り使ってみようかな。何使うかわからんけど、なんか犬神さんを呼び出したら何か起こりそうな気がするんでね。てか、いくつ集めるかわからんのよ。三つでいいかな、この三つで。意味不明アドベンチャー。意味不明アドベンチャーなんですけど、これ。どうすればいいの？こうなったらどうすればいいの？ちょっと待って。どう待って。出てきたんはいいけど、出したらどうなるの？戻ろう。無駄遣いだった。絶対に無駄遣いだった、今のは。何だった、今。我に何をすればいいのか、わからんぜ。着るもんをどこにあるかわからん。色があって、そんくらいか。
まだ行ってないところなんかあったかな。あ、こっちへまっすぐに行ったところにあれがあるんだろ。あれじゃないわ。あいや、あいやー、あいや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 あの犬の場所、立ってる場所が悪すぎるの、なんの。あ、これじゃ、やったー、ここで使うんじゃやべえ、あの犬に阻まれて右の方行けんかったよな。 HP めっちゃ減ったよな。回復しとこうかしら。わいっしょい。あ、これハート2個と半個分やけ、 2.5 個分回復するんじゃ。 HP100 なんやな、マックス。なるほどね。なんかすごい、ああ危ないやろ、バカ野郎ここから入ってみましょう。暗いな。なんだ今の、今のことのこといるん。なんかパソコン立ち上げた時の最初の音みたいな感じになりおったで。誰かパソコン立ち上げた今。誰かパソコン立ち上げたな今。隠れとるな、どっかに。ん、鍵の、東に鍵。で、鍵の下に紙が置いてある。重要な書物や物品は隣にある倉庫に入れること。六道当主。やったー、なんか来ました。お前何鍵持ってきとんだ、許さんぞお前みたいな感じで出てきよった。でも遅いんだ君を。あー、油断しとった、油断しとった。バイバイバイブーのつもりで言っとったらおったな。さっし、おーし、ここか、ここに何かあるな。お守り、よし、いいっすね。回復薬、改正薬、いいっすね。綺麗な着物、いらないっすね。今のが十分可愛いよ。ですね、そもそもお守り何個集めればいいわけよ。集めれば集めるだけいい感じはするけどさ、ここまで集めなくていいよみたいな範囲がありそうな気がするんよな。だって変身っていうか呼び出して何かをさせることに意味があるわけやけんさ、1個目、1回1個を使って読み出したときに、その必要なことができればそれで終わりって話じゃん。よし。何ここ、絶対何かあるでしょこれ。本が抜けている部分がある。よく見るとついさっき取ったような跡がある。ついさっき、誰かおったな。いや、めっちゃおるけど、黒いやつはめっちゃおるけどさ、あいつらは人なのか、人なのかもわからんぞ。もしかしたら、この世界で歩き回っとる悪霊的な感じかもしれんよ。ここは呪いを取り扱う場所わけんな。お？和山の基礎という応用。まず和山ってなんだ？足し算か？足し算で和山なんこれ。タイトルだけやな。結局のところタイトルだけしか読まないな。おっと。わいわい六道家は霊力は低いが、他の一族や村と幅広い関係を持っている。はい。よく言うパイプが太いみたいな感じだよな。そのため情報の収集や、物の売買を得意としている商売的なやつや、商売上手なやつなんだ。この村は身寄りのない者を積極的に受け入れているのが、そういった人間を見つけて村に連れてくるのを我々の仕事である。それ同意のもとで言うんだろうな。え、それさらっとるとかそういう話じゃないだろうな。流行り病など村だけでも解決できない緊急事態になった場合も、我々が速やかに解決策を調査しに行く調査班みたいな、調査班みたいなリヴァイ班長がおりそうなところなんやな。この村は外部との接触を片付き信じているが、六道家のみ道巻家から許可をいただいている。はあ、そろばんの話。あ、そうだ、なんかあったな、なんか結界を張れみたいなこと言われたな。会話の基礎会話の基礎、お前コミュ障の対しての教科書みたいな感じね。コミュ障に対してのバカにしてんじゃねえぞ。え、なんこれ。六道家の地下には霊人の栽培所がある。霊樹、霊のこも、霊の力がこもっとる的な。霊樹を作るためには生き物の魂が必要だ。えぐいこと言い出すな。魂引っこ抜くみたいな。そこで我々は村の外部から病ので命が長くないものを引き取って地下に埋葬することにした。ただでさえ病短い、命短いのにさ。そういう苦しめる方向に持っていくんか、お前らは。
悪やのお前ら。レイジは我々呪術者にとっては貴重なもので、術の成功率や効果を大きく増加させることができる。レイジは特別な儀式に用いるのが一般的だが、継続して栽培することができれば商売の道具としても利用価値があるだろう。そうなんよ、そういう力があるんやな。挨拶と印象、なんなんこれ就活の本な、就活するため の、 あの大学生のための本なんかなそういう なんなんここ、学校、学校っつうかもうすごいな、就職先どこに決めたみたいな話があるんかな。よいしょ、え、どうしようかな、え、ここもう終わりじゃないの、どうすればいい。犬神さん、ここの倉庫はあそこだったけん別にもういらんよな。え、お守りこの4つだけっていうパターンか。あ、倉庫ってこのことを言った、もしかしてそういうことでしたね。なるほどな、え、壊れたら壊れとんかいなあー、なんかおるやん、なんかクモの巣、クモの巣じゃなかった、古いメモか。なんということだ、ドーミキ家の当主である八重の裏の目的は知ってしまった。この村では子供を一人よ、ヨーミッキだったよな、ヨーミッキの養子にすることを決めつけている。ドーミキ家では養子に迎えるためにある儀式を行っている。なんだ、泥を顔に塗るとかそういう話。あごごの時に視力を奪い、同時に霊力の核となるものを植え作るのだ。視力を奪い、何お前、赤子の頃に。あ、待てよ。このゲームの、今作の冒頭に、あったな、なんか、うえーとか言われたやつ。あれ、もしかして目玉を奪い取った。目玉を奪い取って視力を奪ったんかは知らんけどさ。この儀式に上限を入れられず、赤子のまま命を渡す場合は少なくない。強引だな、絶対目引き抜いとうだろ、お前。なんか手術とか、麻酔とかなしに引き抜いただろ、お前。ドーミキ貴族が同じ人間であることを悟られるのように視力を奪い、神になりすますのだ神師になりすますのだって、どんな悪徳商法かな、お前ら嫌だな、それそして埋め込んだ霊力によってドーミキ家の力を感じ取ることができる。そこでドーミキ家が一族、ドーミキ一族が神であると同時にと完全に錯覚するだろう。そうすることで絶対的な復調をさせて死ぬまでドーメキ家の雑用として働かされるのだ。黒いな、この村の人。だが、妙なことに養子になった子が一定の年齢まで育つと急に死ぬことがある。病や霊力の暴走などは見受けられないため、原因不明の死として扱われているが、我々はこのことを不審に思い、秘密裏に神崎家へ調査を依頼した。その結果、恐るべき事実が分かった。どうした。養子に迎えるための儀式、それを、これは八重の命を延長させるものであった。命ってか寿命を奪い取るみたいな感じなんか。埋め込んだ霊力はここの成長とともに増大する。そしてここが17になった時頃、霊力は最大になる。そこで八重の仕掛けた事実が発動し、子は死ぬ。そしてこの持っていた霊力と残りの寿命が全て八重のものになるのだ。他人を犠牲にしやがって、八重め。このことを知った我々ロックドを受けた神崎家は、八重の行動をしばらく監視することにした。そりゃそうだろう、自分の欲望のために他人を犠牲にしようとする八重の行動なんか許しておけません。ヒーローがおったら戦いに来るぞ。調査記録、はい、今の調査の話かな。ロックドを受けた神崎家で八重の監視を始めてから10年ほど経っただろうか。めちゃくちゃ経ってる。この10年、八重の目立った行動はなく、延命という目的のみで儀式を行っていることを分かった。延命だけだった。だが、やはりそれだけでは終わらなかった。お、何かあった。村の住民が病や寿命で倒れ、残っているのへ、道目家、神崎家、六道家の人間というのみの状況となった。それ以外全滅したんだ、八重のせいで。八重の犠牲になって、我々が新たな住民を探すべく遠征に出かけようとしていた時、事件は起きた。パパー、ドーメキ一族の中で同時に複数の死者が出たのだ。怪しい。村の住民がいなくなり、
王がいなくなったことで、八重はついに同族にまで術を使い始めたのだ。どこまで悪の方向に染まっていくような、この八重菜さん。最初から悪だったんだろうけど、悪の方向に。このままでは我々にまで被害が及ぶかもしれん。そうなれば村は壊滅してしまうだろう。この事態を重く受け止めた我々と神崎家で話し合いをした結果、八重を封印することにした。おう、その通りや。しかし八重の力は強大で、永遠に封印しておくことは難しい。八重が再び認めたとき、その時代の我々の子孫たちが犠牲になることは何としても避けたい。そこで我々の意志を未来へ託すためにある計画を立てた。おお、なんかすごい壮大な話になってきたぞ。まず八重が目覚めた時に力を得られるよう、百目鬼一族に霊力が衰退する呪いを我々六道家でかけることにした。ってことは、その子孫である二人は力ないってことか。完全に百目鬼一族に恨まれることになるかもしれないが、今は一刻を争う事態だ。仕方あるまい。そしてこの呪いは八重の封印が解かれるとされる時代の百目鬼一族の子孫を殺すことで解くことができるようにした。百目鬼一族の子孫を殺すことで。子孫には酷な運命を背負わせてしまうが、そうすることで八重とその子孫が接触する機会を作ることができる。そしてそれは同時に八重を封印する機会でもあるのだ。出会った時に相手を殺して、八重を封印、その時に八重を封印しろって言いたいんか、これは。その時代の八重はおそらく極限まで力が弱まっているため、封印されれば二度と出てくることはできないんだろう。チャンスなんやな。神崎家ではその時のために強力な封印術を作っているらしい。我々は安全のために八重を封印する人間の身を残し、一度山を終えることにした。それがもぬけの殻になった真実っていうか、真相なんやな。あとは我々のこの意志を子孫たちが受け継ぐことを祈るしかない。で、その子孫が弥生ちゃん。神崎家の子孫が弥生ちゃんで、同盟家の方が、あの、さえってこと？八重の目的はただ生きること。そのためにさえが必要ってことなのかな？そういうことであるんだ。だからさえを。はあ、生贄にしようとしたんだ。かかか、死に恐怖しているな、八重め。最も力のある者が一番の臆病者だったとはな。でも、本当にそれだけなのかな？お？わーお！なんで燃えたの？なんで燃えたの今？なんで燃えたの？近くに来たよ、黒いやつ。近くに来たよ、黒いやつ。あ、他になんかある？なんかあるよ。セーブして終わりたいのに。セーブして終わりたいのに。わあ、わあ、でも黒いやつおる。黒いやつおる。セーブしたいの黒いやつおる。お、読むわ、もう。知るか、ボケって。鍵は地下に、地下？地下ある？地下、あれじゃ。なんかがあるやつ。なんかで、霊力の霊樹か。霊樹だったっけな。霊樹があるところ行けるの、もしかして。絶対そこに奴がいる。そう僕は確信した。セーブポイントはどこだ？セーブポイント。セーブポイント。ここセーブポイントなかったっけ？なかったね。やばいよ。もうわかった。もうこの辺で終わろう。セーブする前に終わりにさせて、あったわ。これ危ないやろ。始まった瞬間、あーってなるわ。始まった瞬間、あーってなるわ。というわけで、まあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。とうとう八重が、さえをさらっていった理由が明らかになりましたね。ところでさ、八重とさえってちょっと一文一違いやけん、めちゃくちゃ間違いやすい気がするんやけどね。俺今後さ、さえのことを八重って言ったりさ、八重のことをさえって言ったりさ、したらさ、ちょっと俺めちゃくちゃ恥ずかしいんやけど。